デジタル回線集団装置 NTTAT-AT-AT144-KISDN とは交換機、中継回線、加入者線まで全てデジタル化されたパケット通信、回線交換データ通信にも利用できる公衆交換電話網である。ITUT によって世界共通の i シリーズ規格として定められている。音声は 0.3から 3.4kHz を 64kbps の回線交換で ISDN 網内を伝送しているため VOIP よりも音声品質が安定している。また北米、日本は入速、その他の国々では A 速が PCM 非直線符号化に使用されているため北米、日本側の関門電話交換機で変換している。データ通信では通信相手が 電話番号で特定でき、回線交換は通信速度が、パッケット通信は QOS が保証されている。情報通信の要素には、音声、データ、画像などがあるが、1970年代から80年代になるまで、音声通信は電話網、データ通信はデータ通信網で行われ、通信方式もアナログが全盛であった。しかし、 デジタル技術の台頭とともに通信網にどのようにその技術を導入するかが検討されるようになり、加入者線の部分もデジタル化することで、音声、データ、画像を同一元送路で扱うことができるように考え出されたのが ISDN である。1972年、CCITT のジュネーブ総会で ISDN の基本概念が発表された。 ISDN の構想は1977年から国際電気通信連合で取り上げられ、1984年に暫定勧告、1988年に本格勧告が承認された。1985年4月、シンガポールにおいて富士通製のデジタル電話交換機で世界初のアインタフェースによる実環境を用いた試験が開始された。日本では、 一般的な基本速度 TCMISDN はヨーロッパアジアの基本速度ユーロ ISDN と加入車線インターフェースが異なるため回線終端装置の互換性はない。また一次群速度加入車線インターフェースについても地域によって異なっている。出す以外の部分はソフトウェアの変更のみで各国対応となる機器が多い。 エステインターフェース機器基本インターフェースの NT の端末側は、集団された4000式のバス配線であり、ポイントマルチポイント構成と呼ばれる1本あたり、最大8台の端末の接続が可能である。次の2種類がある。また端末接続用のモジュラージャックは、バス配線に直接取り付けるか、長さ1メートル以内のスタブを介して取り付ける。 モジュラージャックから端末までの高度は原則は10メートル以内に制限されているが、ポイントポイント構成の場合に限り25メートルまで延長できる。一時群速度インターフェースの NT の端末側は4000式の配線であり、ポイントポイント構成と呼ばれる一本あたり1台のみの端末の接続が可能である。電装炉から電装された信号を回線周端装置で s 1 s インターフェースに変換し、超高速伝送の可能なルータ G4 ファックスなどの s 1インターフェース機器を接続する。また、校内交換機器などを使用し内線通信などを可能にすることもある。t 1 s 1 0 n t 2 t 1 0 n t 1 u 1加入車線。アナログ電話回線機器など s 1インターフェースが複雑なために実際に s 1インターフェースを備えた。 端末機器は少なく、ターミナルアダプタで変換して、従来のアナログ電話機、ファクシミリアランコンピュータ機器を接続して利用する、携帯が一般的に行われている。ターミナルアダプタは、ISDN 回線からの給電のみでは動作しない。そのため、乾電池などで、停電保証を行うものがある。手に r 1 0 t a s 点、n t、NT、2 t 点、n t 1 u 点、加入車線。 NT2 と TA の機能を持ったターミナルアダプタの場合手に r 点、t a n t 2 t 点、n t 1 u 点加入車線。また NT1NT2TA の機能をすべて備えたターミナルアダプタの場合は以下のようになる。手に r 点、t a n t 2 n t 1 u 点加入車線。 機能群参照点分解点端末設備と電気通信回線設備との最初の接続点が分解点となる。具体的には基本速度インターフェースの場合は保安機または主配線板の端末側ネジ止め部分一時群速度インターフェースの場合は配線板の光コネクタ部分である。ISDN には B と D の2つのチャンネルがある。B チャンネルを束ねたチャンネルも定義されている。 ISDN には基本速度インターフェースと一時群速度インターフェースの2種類がある。基本速度インターフェースは 64kbps の2個のデータチャンネルと 16kbps の信号チャンネルから構成され2バイト D などと表記される。基本速度インターフェースは双方個人バックアップ回線として利用される。加入者線伝送方式としてアナログ電話回線と同じ二進。 ツイストペアケーブル通信線路が使用されることが多い。電話局設置の電話交換機から打数の動作と音声通話に必要な最低限の給電が行われる。伝送方式は地域や電気通信事業者によって異なっている。TCMISDN、TCMISDN は日本の NTT 東日本、西日本の i n s ネット6 4で使用されている。 ピンポン伝送とも呼ばれる、自分は理方向制御方式で、網符号化による、ベースバンド伝送を行っている。使用する、周波数帯域が広くなるが、伝送装置が単純となる。また加入車線間でタイミングを合わせて、送受信を切り替えるため、金端牢和がなく、円端牢和のみとなり、細い加入車線で長距離伝送が可能である。日本国内において、 あまねく提供されているように思われているが、INS ネット64の場合、収容局から加入者宅までのメタル線土長が8から 10km を超えるような場合には、サービス提供が困難であるという問題がある。また、基礎的電気通信益務でもないため、NTT 東日本、西日本は日本全国にあまねく提供する義務もない。 周波数帯域が重なってしまうため、ADSL 回線と加入車線の同時使用は不可能である。また相互干渉を抑えるアネックス、C 規格の採用や同じより対戦の組に ISDN と ADSL を収容しないようにする、収容外が必要であるなど、日本国内の一部からは、ADSL 普及を阻害したと批判されたこともあった。ユーロ ISDN 日本におけるユーロ。 ISDN は電力系通信事業者の ISDN にて使用されている。また平成電電の ISDN サービスもユーロ、ISDN を採用していた。ヨーロッパアジア諸国で使用されているユーロ、ISDN はエコーキャンセラーを用い、上り降りを同じ周波数帯域のデジタル変調で伝送している。使用する周波数帯域が狭くなるが、伝送装置が複雑となる。 アネックス B の ADSL と加入車線の同時使用が可能である。一時分速度インターフェースはより多くのチャンネルから構成される。企業やプロバイダの回線として利用される。構成は地域によって異なっている。加入車線伝送方式としてニシンの光ケーブルが使用されることが多い。給電が行われないため、加入者側で電源の確保が必要である。 一時群速度インターフェースよりも高速な回線インターフェースである。開発や試験サービスが行われていたが安価な常時、接続で低額料金の IP 加入車線サービスが提供されるようになり、一般家庭向けの商用サービス化は行われなかった。電話番号電話番号は通常の市外局番と同じものが D チャンネル一つあたり一つ割り当てられる。また、ダイヤルインや i イナンバーを申し込むことにより、電話番号の追加が有料で可能である。ダイヤルインを利用した番号の追加は、D チャンネルごとに与えられた一つの番号を含めて、最大で9999 99番号。i n u m b e を利用した番号の追加は、D チャンネルごとに与えられた一つの番号を含めて、最大3番号で番号の利用は改善につながった、ISDN ターミナルアダプタに番号を設定する。 ことで、i インターフェースに2チャンネルある B チャンネルと1チャンネルある D チャンネルで自由に利用することができる。また、ダイヤルインや i ナンバーの電話番号は、通常の主外局番の電話番号以外に、フリーダイヤルの0120や0800で始まる番号や、情報提供量を発信者に課金するダイヤル Q2 の0990で始まる番号を、 ダイヤルの番号などの割り当てを受けることも可能。ISDN 総合間の通信の場合、サブアドレスという付加番号を電話番号の後につけ同じ電話番号の中から特定の端末を指定しての呼び出しが可能である。またサービスクラスと呼ばれる可能な通信方法を呼び出し時に知らせる機能により、ファクシミリからの発信の場合にファクシミリのみ応答させるといったことが可能である。 なお、日本では総合デジタル通信回線に端末設備等を接続するための工事には、電気通信設備工事担任者の AI 種の所持者が、直接工事を行うか実地に監督をする必要がある。料金回線交換方式の場合、接続時間と通信地点間距離とで課金される。日本ではアナログ電話網と同じ料金である。バーチャルコール方式のパケット通信の場合、 接続時間に関係なくパケットの長さと数のみで定まるデータ量課金である。月額基本料金はアナログ電話回線2回線分より安く設定されている。米国では ISDN は2000年頃までブロードバンドの定義に含まれていた。しかし ADSL やケーブルモデムの出現により、 米国議会や FCC 報告書などでは 375kbps 以上をブロードバンドと定義するものが多くなった。2001年の時点では ISDN 回線が市場シェア35%を占めていたが、そのシェアは急速に低下し ADSL や SDSL が普及した。ありがとうございます。